株式会社テックギハンです。テックギハンでは力を測るセンサーを作っています。今回ご紹介するのは圧力中心が分かる6分力のホースプレートをご紹介します。ホースプレートはプレートの形状化した6分力センサーです。プレートの四隅に三軸のセンサーが入っていて、圧力がかかったところの位置が分かることができます。一般的には海外製が多いんですけども、テックギハンでは、全て自社で製品開発をして販売をしております。ホースプレートの特徴はプレート上にかかった6分力の力を測ることができます。6分力とは XYZ、 その軸周りのモーメントの力が測ることができます。弊社ではとても小さく小型で10円玉サイズのセンサーを開発しております。理想的なフォームの解析やより良い効率の良い走り方の追求することができます。一般的にホースプレートというのは人が蹴る力を測るものなんで、大きな力を測る必要があるんですけども、弊社は逆に弱い力を計測するために作ったホースプレートもご用意しています。例えば触覚ホースプレートです。触覚ホースプレートは弱い力の6分力の力を計測することができます。現在はスポーツ工学やリハビリテーションで使われているのが一般的です。テック規範としては、それ以外でも、ロボット業界において、例えばロボットの開発や、ロボットの、評価試験においてホースプレートを使っていただくことを、期待しています。